テープの山は、まあ、彫刻作品でもあるけれども、人々の行為の結果でもあります。で、それは言ってみれば、これを作るためにある種の労働をして、その労働をいろんな人がテープをリリースして、で弾を作って放り投げて、でその時間とその労働の時間が形になったもの、その労働の時間が集まって一つの形になったものだと僕は思っていて、だからまあ言ってみれば、あの単なる彫刻作品ってわけではなくて、そのプロセスが作品を通して見えるものとして作ってます。なんで最初テープで、まあ例えば別に何でもトイレットペーパーでもいいし、そういう巻いてあるものの場合、それをこう巻いてない状態にするのに、アクションを行為をしないと巻いていない状態にならないじゃないですか。だから巻いていない状態になってると、あ、これはテープが何かしらのやり方でバラバラにされてるって見た人は分かりますよね。だからそこでそのこうなるまでの過程を見た人は想像するんじゃないかなと思ったので、まあそういう何か巻いてあるものがいいかなと。あとなんかその特別な技術がなくてもできること。なんでモンスターなんだろうね。まあなんか巨大だしの、まあ、今回特にそうだけど、 とってもなんていうかベタベタして、今日もその作ってる時になんか取り込まれそうになるっていうか、なんかもうその素材感がモンスターだなと思いました。こういう方向に行きたいのかと言われたら別に行きたいわけではないというか、その最初に自分が進むべき方向を決めて何かを作っていくんじゃなくて、あの何かに出会った場合にそれに自分が反応して、それでアイデアが生まれていくので、あの僕の中で何かこうしたい、ああしたいっていうのがあるわけではない、中心はない。だ例えば今回はこういう立体を作っているけど、まあ、僕はビデオも作ってるし写真も絵もあったりするから、その都度何か面白いアイデアが思いついたり、例えばこうやって台北の街をブラブラしている中で何か見つけたことがあったら、それから、あ、じゃあこれは絵にした方がいいなとか、あ、これは何か人を集めて何かやった方がいいなとか、そういうふうにそういう やり方をしてるんです。伝えたいことをその僕の中にあるんじゃなくて、これを作ったことによって伝えたいことが出てくる。作品を作り出した時にその過程で何か僕が伝えたいことが分かってくるという、最初に何かがあってそれを伝えたわけじゃなくて、何か作業してるうちに分かってくるんだけど、例えばこれに関しては一番最初に言ったように、そのある労働の時間が形になっているものなわけですよね。だからその普段でも僕らが働いてる時は、例えばデスクワークとかしてたりしてても、その時間が何か形になることはないよね。だけどそのこの作品の場合は、人が例えば、10人関わったら10人の人が働いた時間が形になっている。だから労働の時間が彫刻になっている、そういうものだと思う。でそれは普段僕らが見えないその働いてる時間みたいなものが、働いてる時間みたいなものをどうやって違う風に見せるか、普段見えないものを見えるようにするかっていうことかなって思う。これを一番最初に2002年に作った時は、僕もまだ仕事をしていて、あのフルタイムのアーティストではなくて、その時はあの大学の大学で発行している雑誌の編集の仕事をしてたんですね。で編集の仕事を、あ、雑誌の編集の仕事をそのオフィスでしながら、まあ例えば何か物を送るときにガムテープでパッキングして、雑誌を例えば書いてくれた著者の人に送ったり したりしていて、その時にこうテープの残りがくるっとなってて、
ちっちゃいこのガムテープのまとまりがあって、でその時にあなんかそれって自分が仕事をしていた時のある瞬間の時間が形になってるんだなってことに気づいて、まあそれは単なるゴミだったんだけど、ゴミの中に自分が働いてる時間が含まれてたんだなと思った時に、あじゃあこれを大きくしてみようかなと思って、初めてその2002年に作った時は僕ともう一人、まあ、その同じ編集の仕事をしてた人に昼間は雑誌の編集の仕事をして、で5時か6時ぐらいからその、倉庫がでっかい倉庫があって、そこに2人で、まあ、彼にも手伝ってもらって、でそこで毎日作ったんです。それで1ヶ月ぐらいかかって、その時にはだから1ヶ月を2人で、まあもちろんその時間は5時ぐらいから何時ぐらいだろう、9時ぐらいまでを毎日やって、だ本当にそれ自体が働いてる、まあ本当に働いてる状態だったんだけど、今回はもう3日で終わったのですごいなと思いました。でも本当今回やってくれた人たちはみんなそのなんだろう、まあ黙々とやってたし、毎日 やり方がこう上手くなっていく、どんどんどうやったらすぐにできるかっていうのを見つけ出して、どんどん進化していったので、いや本当にすごいなと思いましたし、本当にありがとうございました。